こんにちは。こんにちは。じんましんがひどくて、やっほー、ちょっとメイクしてないんで結構山見沢ですけど。元気ですか皆さん。かゆい、あれめっちゃ元気だよ、めちゃくちゃ元気。でもなんか自粛中で何もできないんですよね。そう思いません？続きですか。何もできないんだからニートですよ。本当にどこにも行きませんし、ジンマシンがひどくて今めっちゃ足真っ赤。サンヒクにめっちゃいい歌、びっくり。赤髪めっちゃ落ちた。でもここ暗いから、痒いっすね。なんか光に照らすとちょっと赤いんですけど、ほら。ほら赤いのちょっとだけ。そう、ピアス、今透明のピアスしてるんですけど、サイクに聞いたすごいいい曲だった、ビビった。ヒロナかわいい。次これ赤入れて10日も経ってない私なんて。いつ開けたんだっけな、卒業する直後、ちょっと前ぐらい。なんか痛かったね、なんかジーンってした。してないてか何もできない。足かくなって姉ちゃんが言うけど、本当にジンマシンやばくて死んじゃいそう今。自分でじゃない病院で開けました。眉毛しか、眉毛は描いてるんですけどちょっともう落ちてる。ねねちゃんは TikTok しないの？
髪色めちゃくちゃ落ちたね。ほんと化粧でもしようかな今から。いやでももう風呂入りたいから化粧はしない。しない、しないの？ナネちゃんの絶対可愛い。なんかさ、化粧しないと眠そうじゃない？なんか言われたんだよね最近。昼夜逆転生活ですね。さっきまで寝てた。卒業して何も変わらないですね今。だって何もできない。外にも出れない。くそ。ちょっと前髪伸びたから切りたいんですよね。つもりしてない。皆さん自粛してますか？そう、ネイルね、私もね落としたんですよ自分で。今回は自分で落としたんですけどボロボロです。もともと爪が弱いってかやばいのですぐ折れちゃって、もうズタズタのボロボロです。ネイルしてない私なんて。出社大変ですね。もう仕方ないですけど、こればっかしはもう自粛太り増えてる。私めちゃくちゃ逆に痩せました。体温しない、体重が減った。家にいると動かないからか全然食欲が。足が本当にヒリヒリするから冷やしたいけど、氷でも作ろうかな。やばいですこれは。また減ったの。そうダイエットしてます。あれからさらにちょっと痩せました。ジンマシンが本当にひどくて、4期生とはグループラインしてますね。たまにな。んでジンマシンできたのかわかんない。でももともとなんか出やすいってかよく出てたんですけど、今日のクス今までで一番ひどい。どっか
皮膚科行きたいけど行けないですね。もう私は外に出たくないです。この本当に痒い。多分乾燥とかね、自粛飽きたね。私も外に出たいっちゃ出たいけど、この状況じゃ出たくない。森生活してないですね。あ、面白いんですか。時代に乗れてない子ちゃんなんで、ね、ワセリン買おうじゃ。もうちょっとすることない。なんか本当にすることない。てか今インスタライブ始めてみたけど、ちょっと想像以上に痛いので、うわ血出てるじゃん、助けて。え、なんで血出てんの、怖っ。冷たい。毎日も本当に何もしてないですね。なんかもう起きて寝て食べて起きて寝て食べてって感じ。皆さんは何してますか。いや、かきむしってないけど、なんか血出てますね。ひどい、なにこれ、ひどすぎるやろ。なんか卒業したんですけど、 HKT のみんなのことをインスタとかツイッターとかでフォローしてるから、楽しいですね。帯状疱疹じゃないですよ。帯状疱疹いや、なったことあるし。卒業してみた HKT はどう見える。どうなんだろう。卒業した実感ないよね。だって私まだ何もしてないからさ、コロナのおかげで。何もしてないんだよね。やめて、1ヶ月経った。まだ経ってない。
戻りたいと思わない、戻りたい、戻りたい。確かにでも公園ね、鉄ナをたまに見返すんですよ、 DMM とかで暇だから。そしたら、あ、公演したいって思った、鉄ながしたいってなりました。すごい足が赤い、足が赤いの見せたい。なんか赤、ほら見て、すごい、足かゆい。音楽めちゃくちゃ聴きますね。コロナが落ち着いたら皆さんに会える機会があるといいですね。じゃあそろそろお風呂に入ってきます。すごい気まぐれで暇だったから始めてみました。来てくれてありがとうございます。またどうせ暇なんでまたしますね。皆さんにコロナが落ち着いたらね、握手会なかったんで、なんかできればいいなとは思ってるんですけど、まだ未定です。本当に何にも決まってないですね。何にも決まってないんで、なんか何も決まってないのに、なんかアモネは決まってるから、知ってるからみたいな人いるけど、本当に何も決まってないんでそこんとこ勘違いなさらず。じゃあみんな気をつけてね、コロナには。またまたね。あまりちゃんは今何者になったの？一般人です、ただの一般人。あ、 TikTok 撮ってるから TikToker かなでもそんな頻度高いわけじゃないので、マジで一般人ですね。なのでお手柔らかに。じゃあねー。